始まるぞどうも、海リンです。本日はこちら、センチネルマドキングランゾート、レビューしていきたいと思います。えっと、こちらの商品ですね、あの、初めてセンチネルの商品買ってみたんですよ。で、僕、あの、グランゾート好きなんですけど、特にこの、 赤い初期のグランゾートが大好きなんですよ。もう結構気に入ってる商品なんで今日気合入れていきたいと思います。まずあのパッケージからですね。もうこのやっぱり黒を基調としてて高級感があります。感じですね。乗ってますね。よし。では早速中身見ていきましょう。ドーマキサラムーン。 光いでよ何時グランゾートトゥーン、トゥ,トゥン、トゥントゥントゥン,トゥンではまずセット内容から紹介します。えっと、まず取扱説明書ですね。あ、カラーになってます。いいですね。で、えっと、ロボットモードの交換用の手首が、えっと、6種類入ってますね。 それと必殺武器である LD カイザーです。もう塗装がめちゃめちゃ綺麗です。そしてでは、えっ、ー、と、本体行きましょうか。まず、えっ、ー、と、フェイスモードですね。台座もついてます。この6房製の台座ですね。やっぱりあの、グランゾートは、この魔法人からロボットを 召喚するっていうのがもうめちゃめちゃ少年の心をぐっと掴んでたと思いますね。僕実は渡るよりもグランゾート派なんですよ。もっとあのグランゾートをフィーチャーされると嬉しいなって思います。では見ていきましょう。こんな感じですね。この胸部の部分がクリアパーツで、あーとこの額の部分もクリアパーツになっていてすっごく美しいんですよ。なんか角度によってなんか 深みのあるブルーが増すというかで目のところはメタリックグリーンですねでこんな感じでちょっとアレンジなのかこの足先をちょっと曲げてるんですよねこんな感じですねでちょっと先に苦言を呈しますとちょっと分かるでしょうこのグラグラしてるの <laughs> あああ<っ>と <laughs> そうなんですこの この台座結構不安定なんですよ。ここがなかなかロックされなくてですね。さらに言うと、ちょっと置くんですが。さらに言うと、ここも乗せてると結構、自重でこう、たらできちゃうんですね。もうちょっとあの、品質考えて欲しかったなーっていうのがありますね。ではもうせっかく台座も取れたことですし、これですね。このまま、変形いきましょうか。 ではいきます。ちょっと音楽かけると思います。ちょっとやっぱり集中してやります。まずあの、このひ、ヒゲのようなパーツを上に上げて、劇中通りにやると足から変形していきますよね。ちなみにこの、この部分があの、合金製なんで、ひんやりずっしりって感じです。 ででまずは立たせるとそしてえっ、ー、と肩アーマーが一気に展開しますねでえっ、ー、と胸部を下げますこうですねそうするともう顔が出てきてワンクリックぐらい上に上げることができますそしてえっ、ー、とアースヘイザーだったと思いますがこれを前に出して ギュイーンと完成グランゾートです <laughs> はいではまずあの各部を見ていきましょういやーもうかっこいいとしか言えないですねもう結構その頭がちょっと小さめで足が長めっていうちょっと モデル体験みたいな感じですね。全体的にこんな感じですね。この羽の生えてない潔い背中が好きなんですよ。大人になってくると、あんまり羽の生えてるロボ好きじゃなくなってきますよね。俺だけかな。いや、やっぱり羽が生えてるのも好きですけどね。はい。で、えっと、可動いきますね。朝の腕ですね。この、 ここのパーツをちょっと逃がしてあげ、ブロックに分かれてるんで、逃がしてあげると、90度ぐらいまで曲げることができるかな。あ、そうか。こうすると、結構いけますね。こんな感じで。まあ、このパーツが結構可動を妨げてしまってるところが否めないですが、まあ、しょうがないですね。デザインなんで で、足。足はまあ変形の恩恵で結構。で、実はあの、ここにですね、あの、股間にちょっと、機能がありまして、足をこうやって、下げることで、さらにあの、可動範囲を、増やすことができるんですよ。なかなかに、だからアクションポーズが、決まるんですよね。ちょっと手首も、せっかくなんで、 付け替えてみましょうか。はい。手首の付け替えですね。これ結構、あのー、スムーズに行えるんですよ。こう、ピュッて、取れるようになってるんで、これをちょっと付けてみて、こんな感じですね。こうするとなんか、あのー、オープニングの謎ビームを映るし、みたいな。ここから青い線香、ピューっていう感じのポーズ。

まずこの塚の部分をですね、こうやって外すことができるんですよ。これ、あの結構いいギミックだなーって思いますね。で、えっ、ー、と、穴が開いている拳がついてるんで、えっ、ー、と、エルディカイザー、ちょっと召喚シーン、大地から抜き出すシーンを再現したいんで、ちょっとこんな感じで、持たせますね。こんな感じですね。 でちょっとこのグランゾートにつけてみるとこんな感じでバッチリ決まるんですよもういやあのぶっちゃけグランゾートの玩具ってこのポーズが決まればもう個人的にあのもう,もう合格ラインなんですよ <laughs> あの劇中でもこうから大地から LD カイザーをこう、抜き出すシーンがもうめちゃめちゃかっこよくてですね。もう。しかもこの、この赤いグランソートであるのがめちゃめちゃかっこいいんですよ。すいません。ちょっと話したくなっちゃいますんで。はい。あの、このまま続きましょう。<laughs> えっと、まずこんな感じですね。はい。はい。そしてあの、当然のごとく、肩の引き出し機構もありますので、こういった両手持ちが可能ですね。で、このまま、い LDKIZER! ー,ピューあー最高です。たまらん。もうあの、ぶっちゃけあの、今年出た玩具の中でもうベスト5位、カグスに入ってます。えっと、それではあの、ちょっと、まとめなんですけど、あの、とてもあの、興奮できるんですよ。なんですけど、まぁ、あ、ちょっと、 苦言を提させてください。まず、あの、これがですね、1万6000円するんですよ。高すぎるラテンモバイルで、やっぱりこの、1万6000円ってなると、そこまで値段するものかな、っていうのが正直あるんですね。 あのも、もちろんそのバンダイやタカラトミーさんみたいな、そういった大手メーカーと比べてはいけないのかもしれないんですが、いったらあの、やっぱりそっちに僕は慣れちゃってるわけですよ。ああいった大手メーカーさんが出してくれる基準の価格に慣れてしまっているわけで、こので出来は本当に素晴らしいんですが、この内容で1万6000円ってなると、 やっぱりもうちょっとその、まあ、墨入れを頑張って欲しかったっていうのもあるかもしれないですし、まあ、台座ももっと安定したものをつけて欲しかったっていうのがあります。あとはもうちょっとサイズを大きくするとか、えっ、ー、と、フェイスモード時にですね、まあ、この各パーツがちゃんと噛み合うようなロック機構をつけてくれるとか、そういったもうちょっと細かい部分の工夫が1万6000するんだったら欲しかった。 っていうのは正直ありますねまあすいません1万6000円という値段を値段にするんだったらちょっと5歩ぐらい足りてないかなっていうのが申し訳ございませんが正直な感想ですねで今アマゾンで1万1000円ぐらいになってるんでそれぐらいだったら十分適正価格かなって思います まあ僕もあもしですね、このまま半額ぐらいになったらもう1体ぐらい保存用に買いたいなと思ってるぐらいなんで、まあちょっと安くなんないかなっていうのは思ってます。ただですね、えっと今後センチネルさんからまたウィンザードとアクアビートも出るらしくてですね、もうグランゾート大好き人間としてはもちろんあのこの16000万円で買わせていただきます。また高い高い言うと思いますけど、買いますんでセンチネルさん待ってます。よろしくお願いします。 それでは、えっ、ー、と、本日のレビュー、ここまでとなります。えっ、ー、と、今後ともですね、皆様の購入の参考になるようなレビュー、目指してまいりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。本当あの、安く買えるんでしたら、超超超おすすめの玩具です。ただ、1万6000円出すのは、ちょっと、高いです。はい。でも、さできます最高です。はい。そんな玩具です。 めちゃ気に入ってますよでは